演舞開演。どうも、本日はこちら日清大盛り焼きそば 1.5 倍を食べたいと思います。日清の焼きそばはカップだと有名ですが、こういう冷凍食品のもあるんですね。中にはちゃんと青さも入ってます。では本日も時間の関係上すでに温めてありますので、これを開けていきたいと思います。おーどどど、大盛りというだけあって重たい重たい。おー、でこの青さをかける。あ、ちょっと貼り付けるテープでベタベタするなこれ。はい、こんな感じになってます。おーっと、ではちょっとほぐしていただきます。このピリピリ感本当に刺激的ですね。大盛りなのでもっちり麺がいっぱいあって、噛み応え食べ応えはとってもあって、なおかつソースもちょっとピリッとして香ばしかったのですが、具材がちょっと少なかったのが残念でしたね。ウインナーとか入ってたのはちょっとナポリタンっぽい感じもあって、ウインナーよりは豚肉の方が好きだったかなと思ってしまったの部分もあります。まあその辺は好みですからね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。立春で骨をうずめるや、この体の一体どこにうずめるのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。